ライブリポート中央競馬中継とは2011年1月5日から2012年5月27日まで千葉テレビ放送が制作、放送していた中央競馬実況放送の番組である。番組名のライブは最終レースの実況中継をリポートは当日行われたレース結果紹介を指している。キャッチコピーはドラマは最終レースまで終わらない。これまで 関東独立 UHF テレビの中央競馬中継はメインレースの時間帯である15から16時の1時間を除いて中央競馬ワイド中継が1985年から2010年12月26日まで25年にわたり放送されてきた。ところが日本中央競馬会は長年東西で別々に行われてきた競馬中継を一本化にしさらに限られていた。 市聴地域も全国同時ネットにすることを画策、無料 BS デジタル放送の BS11 に打診し、2011年1月の開催から毎週土日を中心にした中央競馬開催日に全国性中継による BS11 競馬中継を開始することとなった。この番組開始に伴い前番組は終了となり14時から15時の1時間は JRA 競馬中継として、 BS11 競馬中継をネットすることとなったが、ウィニング競馬、みんなの競馬終了後の16時からは、BS11 競馬中継はネットせず、関東独立局による独自制作の競馬中継を開始することとなった。放送時間に関しては、全番組の第2部の時間帯に相当する。このような点は16時台のレースの時間帯で、地上波の中継を打ち切られた近畿広域圏とは、 大きく異なる。全番組は東京開催分を、テレビ神奈川、中山開催分を、千葉テレ、福島、新潟開催分を、テレビ埼玉都市都圏トライアングル加盟各局が、制作担当となっていたが当番組はすべて千葉テレ、制作である。オープニングエンディングは当番組独自のものであり、ワイド中継時代のオープニングエンディング画面、音楽は JRA 競馬中継で使用している。 主に各競馬場の最終レースの生中継を中心として当日の各競馬場のツイのレース結果払い戻し及び翌日次週の重賞展望が行われるレース実況については前番組同様にラジオ日系の音源を使用しているが司会を長岡が担当する場合は関東メインレースのリプレイ VTR の実況音源は司会の長岡が行ったものを 使用している。当番組は前番組の第2部から引き続いて最終レースの実況中継を中心として放送していたが、制作局の千葉テレでは2012年5月27日で放送終了することになった。ただし TBK では5月26.27日に、テレダマでは27日にボートレースの笹川小競争を放送するため TBK は5月20日。 テレダマは5月26日に番組終了し、番組最終回の27日は千葉テレのみの放送となった。これにより、全番組より27年間にわたり続いていた関東地方独立局制作の競馬中継は消滅し、囲碁首都圏トライアングル3局での競馬中継は BS11 制作の JRA 競馬中継のみとなる。なお、 千葉テレでの最終回である5月27日も通常通り17時までの放送だったため当日の東京最終レースであるメグロ記念は放送されなかったであった当初は総合司会1名解説1から2名の出演であった2011年7月10日放送よりアシスタントの岡田が加わったどちらか1名が出演両名とも日本短波放送元アナウンサー 特に決まったローテーションはないが、前日の通り中山、東京での GI 開催日はうので固定されていた。番組末期は日韓競馬トラックマンのみの出演となっていた。原則として、柏木、飯田のどちらかがそれぞれ各週出演であり、基本的に第1.3週が、柏木、第2.4週が飯田となっていた。基本的にはおっつ読み、プレゼントや、 競馬関連商品、グッズの紹介、土曜日の眉間予想を担当していた。アシスタントのほか、2011年9月には、視聴者プレゼントである乗馬体験のリポートも行った。2011年7月10日から10月2日、日曜のみ、出演2011年10月8日から12月25日、土曜は毎週出演。 日曜は不定期だが、大方は、出演2012年1月8日から5月27日、土曜、日曜ともに出演は、TBK では、通常見ることができなかった、コーナー最終決断2011年4月から開始。東西主場最終レースについて解説者の本命場と、本命にした根拠が、テロップで表示され、解説者が見解を述べるコーナー。 今日の新馬勝ち放送日当日に行われた各地の新馬戦の VTR を流しながら解説者が勝利した新馬の評価を述べるコーナー。新馬戦がない3月下旬マイナス6月上旬はコーナー休止。日曜メインレース展望土曜日のみ放送。日曜日の東西メインレース展望コーナー。参考レースの VTR との注目場という画面が表示されの注目場では、 銀上位7頭とその7頭についての解説者の評価が表示される。白母、純白母開催時は、関東メインの展望後に TBK が飛び降りするため、関西メインの展望は TBK では見ることができなかった。眉間予想土曜日のみ放送。アシスタントの岡田が、競馬ツール、競馬度コンパスを使った、日曜日の重症予想を披露するコーナー。 印は3頭にしか付けない。金曜競馬クラブでも、マユカの教えてあげるというタイトルに変更して2016年5月まで継続されていた。重症プレイバック日曜日の未放送。先週行われた重症競争の VTR を見ながら、柏木、飯田が解説する。開催状況により異なるが、下記はサンバ開催の場合の大まかなタイムスケジュールで、 ある上記3曲と同様に前番組のネット曲であり14時台の JRA 競馬中継をネットすると、チギテレビ、群馬テレビに関しては当番組をネットしなかった。また、震災前は以下の通りの放送時間であった。ありがとうございます。